story When I was young I had dreams of glory Oh, these mistakes seem to come like a flood Until my days, they were done この番組はワン&オンリーエクスペリエンス唯一無二の体験をお届けするゴルフタイランドとライジングレディーズ心斎橋ゴルフスタジオの提供でお送りします。チーム対抗ライジングレディースカップ、プロを目指す女子ゴルファーとチームを組んで戦う団体戦、決勝大会は CS 番組にて放送決定。参加エントリー絶賛受付中、詳しくはホームページをチェック。番組 MC の福原恵里です。どうぞよろしくお願いいたします。今回はダブルス3チームによるスキンズマッチを行います。舞台は大阪府池田市にある牛尾ゴルフクラブ。全27ホールの中から前半は景観美に囲まれたチャンピオンコースの東コース、後半はグリーンのキックやうねりが多く難しい西コースを使用いたします。さて今回は解説として本田博樹プロにお越しいただきました。よろしくお願いします。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 ちょっとどうですか、久しぶりのこの番組ですが。そうですね、はい、もうなんかすごいキラキラしてるんでちょっと向けないですけど、あっちは今回ね、かなり素敵な方に届けますからね、はい、そうですね、楽しみですね、はい、でも本当にこの番組もたくさんご出演いただいているので、ね、あの見方とか解説もバッチリじゃないかなと思いますが。ですかね、だといいんですけどね、ちょっと緊張しますね。緊張しますか、はい、ぜひぜひ皆さんの個性も引き出しながら、はい、はい、頑張ります。お願いします。お願いします。それでは早速チームごとに選手をご紹介していきます。まずは江口紗友選手、岡田結花選手のチームです。お願いします。鵜飼桃選手、酒井里奈選手のチームです。お願いします。後藤ひなの選手、西田真宏選手のチームです。お願いします。それでは早速今回のダブルスキンズマッチのルールを説明させていただきます。まず前半はスクランブル、後半はオルタネートを採用させていただきます。そして1ホール勝ちにつきチームに4万円が贈られます、はい、そしてもしもバーディー、バーディー、パーみたいな感じでスコアのいいチームが2チームいて同じスコアになった場合は引き分けとなり、賞金は次のホールに持ち越しとなります、はい、そしてもしも3ホール引き分けが続いた場合には勝敗を決するサドンデスを3チームで行います。勝利したチーム、そちらには8万円、はい、そして負けたチームにも2万円ずつ、はい、ですね、そうなんです。なのであの全部じゃないのでまだちょっと優しいかなという。そうですね、ゼロじゃないと、はい、なんですがこの、 あの勝ったチームを負けたホールもっていうのはあくまで3ホール引き分けになった場合だけなので、もしも最終ホールの1ホールでのサドンデスとか最終とその前との2つでのサドンデスの場合は勝ったチームが全て賞金ゲットとなりますので、はい、最後まで気が抜けまいという、はい、かなり面白いルールになっています。ということで、それでは各チーム意気込みを聞いていってみましょうか。お願いします、はい、まず江口選手、岡田選手チームどうですか。はい、そうですね、こんな素晴らしいあの大会何回かさあの出演させていただいたんですけど、今回もすごいルールなので全部勝ちたいなと思ってます全部勝ちたい出てますね、もうね、欲が出てますね、はい、行きたいと思います、はい、私はこの番組に出演させてもらうのが初めてなんで、サヨと、とても仲のいいサヨと、はい、協力し合いながら勝っていきたいと思います。はい、鵜飼選手、酒井選手、お願いします。はい、同じ愛知県同士のチームなので、はい、しっかり力を合わせて、最後まで協力し合いながら頑張りたいと思います。お、同郷同士なんですね。ね、はい、はい。はい、やっぱ小さい頃から知っているももちゃんとなので、力を合わせて頑張りたいと思います。
そして後藤選手、西田選手、いかがでしょう。私も、出演させていただくのが初めてなので、まだルールも今日の朝までちょっとよく分かんなかったんですけど、さっきちゃんと分かったので、あの一ホールでも多くまひろちゃんと力を合わせて頑張りたいなと思います。はい、サドンデスとかアプローチとかがやっぱり大事になってくると思うので、うん、ひななちゃんと力を合わせて頑張りたいと思います。はい、では本田プロ、今回のどういうところを見どころか。まあ、そうですね、やっぱり前半に関しては、はい、いいボールを打っていくので、はい、きっと爆発的なスコアが出ると思ってバーディー合戦になると思うんですよ。はい、で後半は2つのボールを交互に、あ、1つのボールを交互に打つので、はい、やっぱりチームワークと関係性というのがよく見られるんじゃないかなと思ってます。はい、いや本当にね、それぞれかなりチームワークも良さそうなので、ねね、あとはどのチームが一番いい笑顔が出るのかな、ね、はいはいはい、あとはどこでギクシャクするかっていうのを見たいですよね。それもあるかもしれないですね。それでは皆さん、今日は一日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。東コース1番、402ヤード、パー4。セカンドから打ち上げとなっていて、グリーン手前のバンカーは難しいため、大きめの番手で攻めたいホールです。右目がいいです。左にちゃんと狙われない。ナイスショーです。見えます。そうやね、ナイス。です。あ、そうなの。あ、カメラマンさん。降りてきた。お願いします。お願いします。お願いします。ナイスです。ございます。ナイスです。よろしくお願いします。お願いします。ミス。ありがとうございます。どうするんだみたいな感じで。こういうなんかちょっとカメラ囲まれてのティーショット、緊張する私みたいなあんまない。全然緊張しました、みんなで。2人はこっちないって全然大丈夫みたいな感じだけど。めっちゃ緊張したよ。でもカメラがいるのとギャラリーがいるのだったらどっちの方が緊張するというか、盛り上がる。ギャラリー。ギャラリーいた方がテンション上がるというか、はい、目の前で見てくれてるから歓声もあるもんね。はい、そうですね。やっぱああいうので元気になるよね。うん、でも結構やっぱりこのホールはドローでみんな決めていく感じですね。と、ね、うん、いうか球筋がみんなドローの人が多いのかな。うん、私フェードの方います？あ、鵜飼選手だけ
だけだけで、はい、あ、そう、皆さんも、全然フィード選挙どうしようって言って鬼逆だもん。一つ何か始まる物語が始まる一つの影響かもしれないですね。フェードとドローのチームがいて、あと全員ドローのチームがいて、はい、確かにそうですよね。戦略的には意見がということにしたけど、噛み合わないかもしれない。どっちも打てますみたいな。フェードで攻めなアカンホールとか鵜飼選手が結構有利かもしれないですね。うん、デフレクトか。私のあの時サヨナでいくよね。あ、これみんなのチームどのボールを選ぶ、いいところから、そうですね、一緒やね。個人的には右の傾斜から打ってもらいたいですけどね。ダメかな。これとこれもお願いします。これすいません。今どうだった、ね、手前160をぴったりのクラブでダフった感じ。160しっかりでいい。オッケー。朝一だし、バンカー越えだし。ちょっと引っ掛けちゃった。これも行ってそうな感じ。ありがとう。ゴー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 。ピン方向まっすぐ。わ、やばい。使ったっすね。大きいのいく、ソーリー、クラクシュー。こうなると当たってないよ、完全に。もう早速話し合いですよね、今ね。ピンに重なってる。15親っていう。ちょっと思ったより打ち上げきつくないみたいな感じじゃないですか。150で超える。マジでマウス今。先に乗せてくれると次の選手は攻めれますよ ね。ちょっと楽ですよね。逆にプレッシャー。右だ。ちょっとやっぱ球を上げに行った感じしますね。右。やばいかも。ごめんね。マジで浮いたからだ。ごめん。でもバンカーには入ってないですもんね。うんうん、ちょっと変わってもらいました。ナイス。ありがとうございます。何でしょうね。止まってるか、ね、ありがとうございます。行ってみないと。いやこれセカンド難しいですね。女性は特にやっぱり打ち上げなきゃいけないので、うんうんうん、距離キャリーを出さなきゃいけないし、うん、で止めなきゃいけないとも思ってるから、はい、結構意外とだから女性で160とかって、ね、ユーティリティとかじゃないですか、はい、打ちやすいんだけどやっぱ打ち上げ朝一っていうなんかいろんな条件が重なって気持ちよく打てないっていう、はい、これが多分後半とかだったらバシってくると思う。体も動いてきてるから、はい、やっぱりスタートホールってなんかまだやっぱまだ体も動かないしエンジンがやっぱかかんないですよね、はい。
カラー持ってて、あ、ちょっと、あ、でもバンカーじゃない、OK、ありがとうございます。いやいや、ゆなちゃんがここに寄ってくれたから、いやいやいや、よいしょ。ちょ、パターマジやばい、行っていい？いいよ。下りよね。え、それある、うん、順番関係ないんじゃない？じゃあ私からねとかあります。こっち順目、あ、こっち順目下りの腹筋、あんま行かない、行かない、もうちょっと走りそうな感じでしたけど、ね、意外とあんまり、うん、肩にしながら行かなきゃいけないけど、やっぱアイスとかって、だいぶ参考になったんじゃないですか。もうちょっと、ありがとうございます。って思うじゃないですか。はい、まあ、でもね、あ、そうなんですよ。ラインで、あの、で、近い方がいいよね。思ってますよ。もっと、もっと。でもここ年齢もちょっと寄せたかな。いや全然。どうどうしますで。悔しいです。大変ないか。そうですよね。ゆうちゃんたちどの辺？あっち？こっちが遠い？めっちゃ切れるよな。切れそう。ね、早そう。うん。スライス、うん、気持ち重いです。ないよ、相談してますよね。え、本当の10点ぐらいあります。2人で本当の10点ね、いい感じじゃない？そうそう、あ、でも意外ナイス、やっぱめっちゃ切れる、結構見ていいね。そう、この辺見たけど、うん、あ、そんな見た、うん、もっと見ていいとか、そう見ていい。下り、そこまで切れるようにマークした方がいいかな、ね、お願いします。これを見て、大工さんが頑張ってるでしょうね。お、これでどうでしょう、うん、めっちゃ強かった。難しいですね、やっぱ距離がね、はい、いくらラインが見たとはいえ最後までいくよね、うん、パターンまで遅いや、うん、めっちゃ切れる。めっちゃ切れる。めっちゃ切れます。めっちゃ切れる。ほんまやな。いや、さっき初めにひなのちゃんが言ったとこでも、うん、こっちから、ね、うん、ジリジリしてきだした。何が言えるよ。ちょっと年しまいます。どのやつを惜しい、ね、ナイス、ありがとうございます。外すこのままマークして、後ろから見てるのもね、これ絶対邪魔やな、うん、微妙、
してね。任せて。打ちたくない。切れますか。外します。1.5 メートルぐらい。でもめっちゃ切れたな。めっちゃ切れましたね。ワンボールぐらいですか。めっちゃ切れた。めっちゃ切れました。めっちゃ切れませんでした。めっちゃ切れましたよね。どこまで読むのか。ナイス。まずレイアップ。鵜飼選手、鵜飼選手はパーを決めました。押さえてもらった。あ、はい。ナイス。ありがとう。はい、はい、まずスタートホールはパーパーで引き分けということで。そうですね、はい、なんかもう安全な滑り出しって感じですね。そうですね、はいはい、いやでもこのホールやっぱり打ち上げでちょっとグリーンにも見えなくて難しいので、難しいですね、まあ、パーでも OK って感じですよね、うんうんうん、まあ、ほっと一息、次から頑張ろうって感じですね、はい、そうですね、はいはい、次のホールはまたミドルなので、うん、はい、そろそろバーディーみたいですね早いですか、ちょっと早いですか、気がちょっと気持ちが早いですけど、でも私もみたいです、はい、期待しましょう、はい、東コース2番434ヤードパー4、やや左ドッグレッグのためティーショットは左ラフを避けて打ちたいところ。カートより右行ったら OB になっちゃう。まっすぐ左ラフだよね、うん、影、うん、影っていうところ辺、ナイス、ありがとうございます。ナイスです。ナイスです。ミス、ナイス。失礼します。失礼します。
お願いします。ドライバー何？ドライバーパラダイムです。トリプルダイヤ、はい。シャフトは？シャフトはループっていうなんか自シャフトなんですけど。昔から？いや、なんかこの間半年ぐらい前に、うん、なんか普通にその前までウッドとかと同じだったんですけど、うん、コーチのとこ行ったら変えられてました、うん、よくわからず。そんなんでいいの？はい、なんかだいぶ信頼しきってるやつがすごいねなんかあこっちに変えとくねって言われて、うん、でなんか気づいたら変わってました、で打って全然違和感なし。あ、全然違和感なしです。なんかめっちゃいい球打ってるもんね。私のこと分かってくれてるから、うんうん、すごい全任せですやばいですよね。絶大な信頼ですね。レッスン終わったら変わってたみたいなあれすごいね、はい、え、変わってどういう風に球筋とか変わりますか？でもなんか結構前までなんかチーピンみたいなミスが多くて、うん、で前使ってたのがちょっと先がしなる感じだったん で結構それがなくなって、うん、でちょっとクラブ自体も長かった、シャフト自体が長くて、うん、でなんか結構あの振ろうとしたりとかしたら曲がっちゃってたんで、ちょっと短くなったのも大きいかなと思います。すごいまっすぐ飛んでますね。なんか強い球出てるなと思ってさっきから。そうなんです。コーチに感謝コーチに感謝で本当に絶大な。どうするまた急に変わってたら。いや全然ありえます本当に気づかないとか、ね、気づかないうちにみたいなすごいね。でもそうなんですよ、なかなか聞かないですよねそんなの。まあでも結構感覚でなんかしてるから、もともとそんなになんかシャフトとかも本当は詳しくないといけないと思うけど、うん、いやでもそんなあんま分かんなくて、うん、だからなんか結構も与えられたもので、あ、これはいや、うん、無理みたいな、うん、っていう感じ、うん、みんなでもそうじゃない。でもなんか結構まあそうですよね、うん、なんか逆に特性とか知っちゃってたらこう思っちゃうみたいな、ね、先に先入観みたいなのありますもん、うんうん、こうしなきゃってなるしね、うん、飛んでるなエグさん、ちなみに何ヤードぐらい？200です、ぴったり、うん、200ヤード、おお、はい、お願いします。届け、全然いけ、高さ問題になるのね。バンカーですね、オッケーです。乗りました。ございます。いいね。ございます。ちょっとだいぶ右から逃げたんじゃけど。いいね。いいね。監督みたいな。あ、自分なんか失敗してないですよ、ね。しっかり私バンカーなんですけど。いいね。まあでもドライバーね、ここに打ってもらったけど。噛み合ってる。いいチームワークで。お願いします。ナイス、ありがとうございます。これ出た、これ、うん、そこの辺かな。打ちやすいのかな、逆に距離がある方が打つので。これ全然意味ないよね。お感じ、これナイス、大きいすいます。ナイスだよね、上からもワンチャンでかいよね。ナイスだこれ、ね、うん、はい、終わってたらこっちだ、こっちだ、こっちだ、こっちだ。おー、うまいね、これいいんじゃないですか、うん、ナイスだね。
ナイス。ナイス。昨日さ、ニキビとかさ、昨日なかったもん。なかったよ。帰ってさ、顔取りつかなくなって終わりましたね。今のでも180ヤードぐらいはありますよね。うん、ね。でもやっぱり花道がこう広いとまだ攻めやすかったりするんですかね。ですね。やっぱさっきよりちょっとこう圧迫感というかこう飛び出し感が、はい、ないじゃないですか。先ほどはすごかったですもんね。行ける感じするから。うん、止まってるかな私たち。止まってるよ。止まってるってか私ちっちゃいと思う。そんなことないかな。濡れとるもん。いなくない？いるいる。あいたいたいた。あでかい。でかい。え誰もいなく。あとゆうかさんでしょ。りなちゃんじゃないそれ。ももがでかかったかな。え、わかんない。硬いな下。あでもりなかも。えブリヂストの人いる他？押さえていい？下り全然いいよ。絶対パターです。私もパターです。あ、54位中なっていいですか。でもなんかああいうの好きな子多いですよね。男子に限ら女子も。うんうん。アプローチを狙います。最後でもちょっとフックしそう。右か。おおお惜しいね。惜しい。うまーす。うますごい。多分パターだったらあそこまでやってないと思う。うん。うん。マークします。得意なんですか。こっち。こっち。入り口。上りですよ。入れ。おお入れ。おお惜しい。ナイスです。これは入れといてもらえますか。入れ、先パー決めといてもらったら。じゃあすみません、先です。先出すと。はい、フックにしか見えないけど。こっちからフックにしか見えないです。あ、そっか。ここ行ったからね。なんとなく。3チームだから余計に感じていくね。か引き分けるやろと思ったら感じていくね。できるかもしれない。感じていくね。あそチームだったらちょっとね。もう僕の意思だし、行っちゃいたい。うん、弱いかも。入れ。弱い。あんま切れない。あの方向ぐらい。しっかり攻めましたね。これ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 。いやそうですよね。もう先に打った。高い選手のゴールでもパーは確定だから、ね、そうなったらもう入れに行くっていう、うん、頼まーすマッチプレーって感じですねスクランブルしてる思い切れないの間違えた、とりあえずあれは大丈夫ですよ。お、ピン抜きましたね、うん、いや、スラスライスしました。注意スラ。ミスパットかもしれないですね。カップちょい右外しぐらいであそこ行ったんで。左カップ左カップいっぱいぐらいの方が。左にか。
っと弱すぎた。これも取っていいかな。はい、これ入れちゃいます、ね、お願いします。静かに終わりました。はい、スパ、スパです。弱すぎた。でも弱かったな。なんかすごい変だった。はい、2ホール目もパーでしたね。ねえ、チャンスあったんですけど ね、ちょっと見てる方がはーってなりますね。緊張感高まってきました。ちょっとね、惜しいなっていう、ね、誰が最初に抜け出すかって感じですよね、うん、もうこうなってきたら、ね、いやでもね、次のホール、ショートホールなんですよ。あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ショートホールはバーディーどうですかね。で、そうですよね、ニアピンはないんですもんね、うん、ニアピンはないです、うんうんうん、でも144ヤードとかなので、そこまでめっちゃ長いわけでもないですし、うん、じゃあ、まあ、アグレッシブなプレーみたいですね。はい、はい、みたいですね、はい、バーディー見れるかもしれません。東コース3番148ヤードパー3、4つのバンカーに囲まれているが距離は短いショートなのできっちりグリーンオンさせたいホールです。140。上げてるか。ナイス。ナイス。ありがとう。おうまい感じ。方がいいの打つから、まあ、そうですね。先に乗せてくれてるね。あもうちょっと取れそうだね。でも2人とも2つとも取れたらいいよね。まずこの前から面白いですね。止まんないから。確かに、うん、スピン聞く人いたらすごい。やっとやっぱり一番最後に打つチームが有利ですかね。そうですね。でも案外やっぱこっち上りじゃないですか。ですか。だから単純よく下りですよね。下りですよね。下りやっと分かりやすいように強く打ちたいけど、はい、まあ、こうちょっと行儀よく打ちたいっていう、うん
ットの白右ぐらい。ちょっと右出しちゃったかも。し弱い、うん。そんな切れない。うん、そんな。でもちょっと右出しちゃったけど、思ったよりは。ね、下りなのに行きそうでいかない。うん、下りない。惜しい、ナイスタッチ。これ入れても、うん、先行っちゃっていいですか。近づいてきた、近づいてきた。ナイスパーです。ナイスです。ありがとうございます。どっちやろ。ちょっと。辻さん、どっちが遠いですか。いやー、惜しい。一番盛り上がってましたね、小原さん。はい。いや、入るかなと思いました、今。確かに思った。こんな切れんか。9.5 点ちょっと切れるね、最初切れそうやね。いけ、あー調子いい、惜しい、いったと思ったのに。入るね、今のは。はい、ありがとう。おわあ、やったー、ナイスです。ありがとうございます。出たね、バディ。はい、ありがとうございます。やっぱり、はい、やった。こうなるといいね。こうなるとプレッシャー、めっちゃ切れたよ、ね、めっちゃ切れた。また入れなきゃいけないから。入れられるか、外しますよね、さすがに、うん、入れるとサドンです。切れそうやな。外すと1個ぐらいです、選手、岡田選手に、うん、2チームでのサドンです、ね、合わせてサドンになった場合は3チーム。そうですね、うん、2チームで引き分けたとしても3チーム、そうなったら3チームラッキーですよ。入れる、入れやね、じゃあ祈ってるでしょ。ナイスです。本当の勝ち。ありがとうございます。ですね。出ました。ということは、ということはサドンデスですね。はい。はい。はい、ということで3ホール引き分けになったのでサドンデスです。さあどうしましょう。どこからいきますか。やっぱり、はい、バンカーしたいなと思います。はい。はい、3ホール分をかけてのバンカーショット、ね、めちゃくちゃ責任重大。はい、まずお手がかりで、ごめんさよ。うんうん、全然大丈夫。謝るのが早かった。あ、やっちゃった。まだボールついてない。やっちゃったと思った瞬間、4m45。あれあれ、うん、うわあ、ごめんりなちゃん。早い。でもそんな、でもでもでもめっちゃいい勝負じゃない。いい勝負。めっちゃいい勝負。サドンデスのサドンデスはやめてね。ありがとう。ビビりますよね。うん、やっぱこう普通にピンに飛ばせないっていう。うん、
でかいかも。止まれ。そうですよね。どっちかって感じですよね。むずい。かなり逆に怪しくなって。どうでしょう。5メーター28。どうかな。もしかして。4メーター59。おかしいよ。えぐい。えぐい。えぐい。これむずいわね。いや、さっきね、打った瞬間ごめんなさいけど、やらかしたと思ったけど、いや難しかったしね。難しかった。いや、よかった。ちょっと2チームからすると悔しい。しかもバーディー取ったのにね。ね、そうですね。確かに。いや、でも面白くなってきましたね。ね、盛り上げました。ね、はい、では、まず3ホール分ゲットということで。やったー。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ではこの後また頑張っていきましょうね。はい、はい、ライジングレディースゴルフ TV をご覧の皆さん、今年はこのダブルススキンズマッチが最後のシリーズとなります。ご視聴いただき誠にありがとうございました。2024年はライジングレディースたちの戦いはもちろん、パワーアップしたチーム対抗戦など真剣勝負のコンテンツ盛りだくさんで放送してまいります。ぜひご期待ください。それでは皆さん、良いお年を。